フローリン金貨フローリン金貨は、イタリアで1252年から1523年まで、鋳造された金貨で、フィオリーの金貨とも呼ばれる。品質が良く、デザインや金属の標準含有量にほとんど変化がなく、その後の西欧各国の模範になった。フィレンツェ共和国発行のフローリン金貨は7世紀から、 ヨーロッパで初めて大量に鋳造されて、経済で重要な役割を果たした。フィレンツェの銀行の多くは、ヨーロッパ中に支点を持つ国際的大企業だったので、フローリム金貨は、西ヨーロッパにおける大規模な取引で優位に取引できる金貨として、急速に浮上し、マルク単位、トロイコーの8オンスや3分の2ポンドに等しい、物理単位の銀の延べ棒にとって変わるようになった。 14世紀には150のヨーロッパの国家がフローリン金貨を模した硬貨を鋳造した。これらの硬貨のうち最も重要なものはハンガリーのフォリント硬貨である。ハンガリー王国はヨーロッパでほとんど唯一の金の採掘地であったためである。フィレンツェ共和国の元祖フローリン金貨には片側に特徴的なフルールドリスの町の紋章が反対側には ラクダの川絹をまとったバプテスマのヨハネの正面立像がデザインされている。他の国々が発行したフローリン金貨では最初に名が変えられ、ついで地域の紋章の衣装がフルールドリスから多くは聖母マリアに置き換えられた。後には通常他の肖像が聖ヨハネと置き換えられた。ハンガリーのホリントでは聖ヨハネ像が ハンガリーの守護聖人で初期のキリスト教信者の王、ラースロー一世にフローリン金貨では尺だったものが専用斧に置き換えられた。その像はだんだんと堂々としたものになっていった。フィレンツェ共和国のフローリン金貨の現物は1252年、一リラの係数貨幣の重さの基準に選択された。しかし、係数貨幣がインフレに傾いている時も、 フローリン金貨の金の含有量は変わらなかった。他国の投下価値は絶えず変化し続けたため、フローリン金貨の有益性が認められて、外国為替業務の場面で通貨の基準価値を決める貨幣とされた。14世紀の終わりまでにフローリン金貨より合金基準を下げて軽量に鋳造された硬貨がドイツのいくつかの地方で発行され、これがライングルデンとして広く、 ドイツ全般で使用された。15世紀には、ライングルデンは神聖ローマ帝国によって採用され、帝国グルデンとなった。ありがとうございます。